シェリアも騎士学校で会った人がいただろ。あの人から卒業の内定をもらったんだ。そう、おめでとう。あ、うん、ありがとう。国王直属の騎士団員は王都にいなくてはならないんじゃないの？いや、まだ正確には学生だから。それに教官からもラントの状況を伝えるよう言われている。そう、今回の事態が収まれば王都へ戻るのね。けどそれまではラントにいるつもりだ。母さんも心配だからな。なら早くラントへ行きましょう。シェリア。